はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は、末吉弘世界6位、ライジンフェザー級ランキング発表、中堅選手朝倉未来は〇〇位についてです。先日のライジンランドマーク7、アゼルバイジャン大会で、我らの鈴木千尋が、なんとなんと、ケラマフを倒し、チャンピオンになりました。その影響で、ランキングサイトで、世界6位になったのが鈴木千尋です。まあ、といっても、これは当てにならないランキングなのですが、まあ、注目されているっていうことには変わりないでしょう。また会も達成しました。ベラトール王者のピットブルに勝ち、そしてライジン王者のキラモに勝つという、もう本当に快挙中の快挙達成ですので、これから鈴木千尋というニックネームはやめます。これからは敬意を表して宝塚の男顔オスカル鈴木にさせていただければと思います。ですので今回オスカル鈴木がランキング1位として、その他は強さを基準にライジンおよびライジンに来る可能性があるファイターを日本人を中心に発表していきます。で、1位は鈴木ことオスカル鈴木です。そして2位、まあ2位はやはり、まあ実質1位の実力を持っていると言っていいでしょう。アゼルバイジャンのモフモフこと強川ブガールケラモフ選手です。朝倉未来をゼロスタッツニキにするなど圧倒的なグラップリング力で、そして強いストライキングも持っています。今回蹴り上げで負けましたが、まあなかなか蹴り上げで経営を負けすることはありません。本当に稀なケースですので、今回は、まあ、運がなかったとまで言えませんが、実力外のところで負けてしまったと言っていいかもしれません。そして生涯初の経営負けでした。ただ、今後といっても日本のフェザー級選手はレスリング力が弱い選手が多いので、サンボ出身のテイクダウン能力、サブミッションを一本決める力、組み技、そして威力のある打撃と全て揃っているのでケラモ選手が2位で間違いないでしょう。そして3位です。3位は我らの松島小弓選手です。松島小弓選手は1からロード2 FC、 そしてディープで参戦するようになりました。まあディープに参戦するようになったのでライジンっていうのはディープとがっちり握ってますから、松島小弓選手はやはり UFC に行きたい思いが強く、ライジンには行きたくないみたいなんですが、結局 UFC に行くには最短ではライジンフェザー級王者になることではないでしょうか。もうベラトールがなくなる寸前ですので、 PFL、LFA でチャンピオンになってどうにかぐらいなので、なかなか難しい道です。ダナホワイトコンテンダーシリーズに出たり、ロードトゥ UFC はもう出れないと思いますので、ライジンがいいと思っています。松島小弓選手はサウスポーでレスリングエリートの高いレベルのオールラウンダーです。ロードトゥ UFC 準決勝まで行き、準決勝も正直強さでは勝てたような試合だったんですが、少し、まあ、勝ちに徹し、守りに徹してしまい、スプリットハンデで負けてしまいました。強さでは勝っていたと言ってもいいでしょう。ただ、守りに入ってしまい、判定の傾向で負けてしまったのです。ですので、相当強い選手です。3位にランキングしました。そして次4位。4位は我らの遅咲き裏番長、金原正則選手です。まあ、金原正則選手は、全盛期は5年前ぐらい。今41歳なので、5年前のバンタム級時代いたと思うのですが、それでも全盛期が過ぎたにも関わらず、階級を少し上げ、フェザー級にし、今までの貯金プラスアルファ、インテリジェンスで、フェザー級先生トップにいます。まあ、これは、ま、人材不足の部分もあるでしょうけども、金原選手の強さもあるのではないでしょうか。本人曰くどっちかに分けるとグラップラーということですので、これもレベルの高いオールラウンダーでグラップラー寄りの選手です。で、やはりこの価値を一気に上げたのはクレベル戦でしょう。まあ、クレベル選手は今まで圧勝してきた選手です。牛口エリ太郎にしても、オスカル鈴木にしても、簡単にテイクダウン取り、そのまま一本簡単に決めてしまいました。ただ、金原正則選手は、そうではなく、自分から打撃でも攻め、四つ組でも優位に立ち、自分からテイクダウンに行き、そして寝技でも攻防し、削ってきました。今まで皆さん、寝技の攻防せずに逃げる、もしくは攻防しすぎて、真島選手みたいに一本取りに行って、逆に一本取られる、みたいな形だったのですが、金原選手はしっかりと攻防し削っていくことができたのです。そしてテイクダウン能力の低さをクレベル選手の弱点として露出しました。テイクダウンをクレベル選手って簡単に取れるので、クレベル選手と戦う選手はこれからクレベル選手をテイクダウンし、寝技で駆け逃げではないですけど削る、この繰り返しというクレベル攻略法を作ったのが金原選手と言っていいでしょう。斉藤豊選手はこの一戦でかなり勝率が上がったと思います。で、これが4位です。次5位。5位は伊佐尾選手です。パンクラスライト級フェザー級2冠王者伊佐尾選手。まあ、伊佐尾選手はちょっと、まあ、怪我の影響もにずいぶん長い間戦っていないのですが、パンクラス王者からベラトールズを契約しました。まあ、柔道出身でダートを極オールランダーなんですけど、つけるタイプのオールランダーです。昔、シュート王者の斉藤豊選手、パンクラス王者の伊佐尾選手で戦った時も、打撃では、立ち技では斉藤選手。ただ、テイクダウンされてつけられるっていう展開で、ギリギリ伊佐尾選手が勝った試合でした。今のルールでは、伊佐尾選手がちょっと勝ちづらいかもしれませんが、レベルが高いことは間違いません。そして6位がダルシム小池です。
です。伊佐選手がテイクダウン強い選手、そして寝技も強い選手、突きの強い選手ですので、クレベル選手より上にしました。で、6位は、もうちょっと前までは本当にライジン王者で、まあ1位に近い地位だったのがダルシム小池です。ただ今回金原戦に組、テイクダウンディフェンスの弱さを露呈してしまったので、ちょっと順位が落ちました。またコンディション作りにしても、オスカル鈴木戦でもそうですし、金原戦も何か体が締まってない雰囲気もあったので、ちょっと集中してフィジカル作れてないかもしれません。ですので、今回ダルシム小池は6位です。で、次に7位ですが、これコレスニック選手です。高木亮選手を完封したコレスニック選手ですが、やはり体の強さ、そして意外にも蹴りの上手さ、そしてオールラウンダーとしての強さがあるので、7位にさせていただきました。ただまだライジンで2戦しかしてないので未知数と言っていいでしょう。そして第8位です。これは正直わからないとこなんですけども、チョコボール武田、改めアルフォート武田です。チョコボール武田はライト級でディープ王者になり、ライジンでもジョニーケース勝ったりかなり活躍してたのですが、ラバザノフ、そしてグスタボ選手、そして今回ムサイフ選手に負けてしまいました。ムサイフ選手に関してはもう完敗と言っていいでしょう。いわゆる武田選手はどんどん前に出て打たれながらもスタミナを消耗せずに食いついていく選手で、最初いい打撃をもらって相手が仕留めにかかって攻撃型になり、攻撃疲れしても KO できないことから巻き返していくファイトスタイルだったんですが、もうそれがバレてしまったので、武蔵選手はそこまで行き過ぎず、しっかり距離を取って的確に打撃でダメージを与え、そして最終的に KO 勝ちしました。この戦法をやられると、やっぱライト級ではなかなか身長170センチ、リーチ173センチと小柄なチョコボール武田は勝てません。で、通常体重84キロあるらしいですけども、フレームの小ささから今回フェザー級に落とすそうです。ですので、チョコボールからアルフォート、武田に変わりました。まあ、チョコボールよりも少し洗練されたイメージのあるアルフォート。で、綺麗なジャイアント自分で言ってる通り、二重にして、くっきり二重なので、チョコボールからアルフォートになった武田選手。まあ、僕は8位ぐらいに入るのではないかと思っています。フェザー級では、よりレスリング力が活かせ、よりフィジカルも活かせ、そして一本取るのがなかなか取れなかったんですけども、フェザー級の日本人選手っていうのは、グラップリング力、サブミッション力が少し低いので、これからフィジカルとレスリング力とサブミッション力でアルフォート武田が一本どんどん取っていくのではないかと思い、希望そして期待もあり、アルフォート武田を8位にしました。そして次9位です。9位はシュート王者のサスケ選手です。サスケ選手は先日の TikToker 滝沢健太選手と同級生で柔道部出身です。で、オールラウンダーでロードトゥ UFC。1年目は怪我で1回戦負け。2年目も打撃スキルで、まあ言ってみたら完封していたのですが、逆に完封してたところ、一発の打撃で KO 負けしてしまいました。うまさはあるのですが、強さがなかった。と言ってもいいかもしれません。ただ、日本人フェザー級の中ではオールラウンダーとしてはレベルが高いので、9位にさせていただきます。今後、シュート伝承ということで、斉藤豊選手 VS サスケ選手のシュート王者対決を見たいものです。そして堂々の10位。これが中堅選手のトップオブトップ。中堅中の中堅。我らの土色サメ肌、ナポリスタンマチフよりハワイアンデムの朝倉未来です。朝倉未来もちょっと前までは、まあ、強い選手と認識されてたのですが、やはりブガール・ケラモス戦、我らモフモフとやった時にゼロスタッツニキとして簡単にテイクダウンされ、簡単に寝技で肘をもらい、簡単にバックを取られました。もう完封されたと言っていいでしょう。これで朝倉未来の幻想も崩れ、かなりの選手が攻略できるようになったと思います。というのは今までレスラーと戦ったことがなかった、逃げてたストコラサスタニキだったのが朝倉未来です。まあ、ケラマ選手もレスラーではなくサンビストではあるんですけども、テイクダウン能力が高い選手には勝てない。言ってみたら、まあ、ケラマ選手、松島選手、伊沢選手、アルフォート武田には勝てない可能性が高い。で、組が上手いクレベル選手、金原選手も苦戦する可能性がかなり高いと思います。ですので中堅中の中堅、朝倉未来を10位にさせていただきました。そして堂々の68位は西谷大失敗です。そして堂々の69位、69位は我らの白川アホの子ポテトヘッド天然バカです。この朝倉未来くん、西谷大失敗、ポテトヘッド白川、この3バカトリオで今後しょうもないヤーマンとのやらせキックマッチをするそうですが、勝手にしてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。再来週の木曜日23日、後楽園ホールで K-1 ザマスターズ出場しますので、もしチケットと購入したい方は連絡してください。それではさよなら。